ちょっとね、あの高い選手から。シゲです。シゲロングボール入れます。俺がトラス。スラしました。かける。これ、いい崩しやったんやか。これね。一個入れて。いやこれですね。これ、点取れだよ。正直どう？これは点取れました。かけるが、インカットイン。タカ当てる。で、梅ちゃん3人目。梅谷さん、梅谷がやっぱ3人目できるんだよ。これさ、ここのさ、ゴールライン乗ってみ。一人ここ欲しいね。ここ。うや。ここでちょっとこう膨らんでこう入ってくるとか、まあ、こうランニングするとかあれば、かけるはね、こうマイナスの部分入ってるから、これニアで一人潰れれば流れてとか。かけるこれだってさ、最初は一人目やって。そうだよ。1、2、3で4人目でまたかけるって出てくる。で、こいつ走れるんだよ。このランニングは。かけるでもよかったな。そう。で、純也がここしっかり動き出し作ってればかけるフリーになるんで、かけるも、無理だった場合、ここ、運搬もいるんで、めちゃめちゃ数的に有利の状態なんですよ、これ。順位はその時、ここで左下ですね。まあ、確かに、ここから、なんか、いや、これは、うん、こう、このまま、ここで。で、動き直しするよ、ここから。で、これ、背中取って、今。で、ここで止まっちゃうよね。形としては、めちゃめちゃ、いい。綺麗。組み勝ったら、結構いい攻撃してるんですよ。ニアはマストで入んないよね。出てこなくてもいいから、やっぱ相手をね、連れてく意味でも、うん、やっぱ俺も嫌やもん、ニア絶対入られるの、ね、点取れたな、純也、これそこ取っとけばね、最後、まあ、2点、2-0だったら1点取られてもね、まだ追加点ってすごい大事だからね。 1-0 はやっぱ怖いから。 1-0 怖いね。だから 2-0 怖いスコアって言うけど、 1-0 が一番怖いから。確かにそうだね。 1-0 が怖いよ、普通に考えて。最低1失点はすると思ってプレイしたほうがいいと思うから。ラストプレイでさ、失点したときにさ、同点で負けた気持ちやから。3分間だけっすよ。怖いな。毎回怖いな、このトレーニング。右でさったり上げたら、押します、それ。左見てやるよ。早よ。先輩。あっしゃ、いいよ、いいよ、いいよ。マジっすよ。おった。